ハンマー大阪がここ沖縄でキャンプをしております。そしてカジさんもなんと呼んでいただいたということで、本当に見てデーベーありがとうございます。はい、そういうわけで今回は、ね、新加入選手ですね。はい、どん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 行きたいと思いますので皆さん見てください。ちむどんどんちむどんどん。カジ散歩。さあ今回のゲストは今シーズン新加入してくれました杉山直弘選手です。よろしくお願いします。こんにちは。じゃあお願いします。お疲れのところありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと自己紹介の方でしょうか。ロアスト熊本から加入しました、杉山直弘です。よろしくお願いします。シンプル。シンプルすぎました。好きな食べ物は。好きな食べ物はラーメンです。皆さん覚えておいてくださいね、はい、杉山選手ラーメン好きや、はい、そうですね。好きな女性のタイプは。好きな女性のタイプは一緒にいて楽しい人です。顔で言うとタイプはどういうタイプ。あ、でも顔で言うとちょっと綺麗系の方が。あ、綺麗系、はい、だからファンサポーターの人みんな綺麗に整えてくださいね。杉山選手大好きなんで。はい、はい、はい、ということで1ヶ月まだ頑張りって1ヶ月ぐらいですよね。もう経ってないですね。経ってないぐらい、はい、どうですか頑張りきて。そうですね、まあ、練習面でもまあすごくレベル高いですし、そこまあやりがいがあるというか、自分自身ももっと成長しないといけないなっていうのを感じながらやってます。なるほどね。でも去年も熊本でね、惜しかったね。そうですね。あの PK 見てたよ。あれ緊張したよね。山形選手、うん、はい、あれ緊張するよね、はい、あれ京都もそうだし、入れ替え戦もね、京都との入れ替え戦もそうだし、はいはい、結構なピリピリな感じやった、ね、そうですね。スタジアムもすごくなんかあのサッカー専用で、あ、緊迫感みたいなのも。え、でもそこでまあ初めてというか、まあ、その緊張感の中で J1 と戦った中で どうでした J1 でなんかやれるっていうか。まあそうですね、あの天皇杯でもトスとやったりとかしたんですけど。違いますか、まあ、J2 と、まあ、やっぱスピード感とかはまあ違いますけど、慣れたらやれるなっていうふうには思いました。自分の分析的には自分はどういうプレイヤーだと思います。まあ、仕掛けて起点となったり得点に絡んでいくっていう選手ですかね。僕もちょっと映像は見たんですけど、うん、キープ力はあるね。やっぱりここでっていうよりかは周りとこう連携しながら打開していくってタイプやね、はい、結構だから頭のいい選手だなっていうのはすごく感じましたし、カットインして左足の精度ね、はい、クロスだったりシュートだったりっていうところを持ってると思いますけど、はい、それで合ってますかね。そうですね、はい、あ、そんな感じで。それが武器です。はい、一番得意な形って何。ハンバーグ。ハンバーグ。一番得意な形ですか。ハンバーグですかね。はい。でもあるよね。でも形ってなんかサイドで言ったらさ、なんかこのトラップした瞬間にサイドバックが上がってきてくれる時って結構カットインもできるし。あ、そうですね。でも自分的にはもう1対1で仕掛ける方がやっぱあの、まあ、上がる時もタイミングではあった方がいい時もあるんですけど、うん、そのあとやっぱカバーも来たりするので、うん、どっちかというと1対1、はい、で仕掛けられる時は仕掛けたいですね。こちらイチゴ。でもなんか沖縄っぽい料理って俺来た初日のソーキそばしか食ってないわ。ここは市場何人一応サババーガーのラーメンの店なんですけども。サババーガー。そうなんです、サババーガー。一応一番人気があるのがこのシークワーサーのサババーガーで、あとはこのゴーヤーチャンプルを使ったものも人気があります。あ、ほんじゃあこのシークワーサーのシークワーサー、はい、はい、
ありがとうございます。え、何なんですか、ハブです。ハブよ、ハブ。これ目元で夫婦のハブで、飲まれることありますか？いや、飲まないです。え、飲んだ。ない、一杯だけ飲む。一杯だけ。いただきます。うわ、おいしい、おいしいです。すごいね、これ強烈やわ。これは沖縄来たかいあったわ。はい、来ました。もう沖縄といえばこのシークワサー、オリーブオイル、ソルトサババーガーですよ。で、これはまあ横につけてんのがポテト。皆さん、この何 MK 店の名前、 MK カフェサババーガー。あ、ポテト、好きなポテトでございます。サバで、これね、ピクルス違うわね、じゃあピズッキーニかで、ブロッコリーとチーズとトマトと玉ねぎとあれですね、レタス。うわ、これはいくよ、これ。うわ、サバのすごい脂乗ってるわ、これ。いただきます。サバ、これ何、シークワサーのオリーブオイル。いただきます。じゃあ、まあここをね、ちょっと家事散歩恒例のですね、はい、企画に行かさせていただきたいと思います、はい、題して、家事アキラの思考を読み切れイメージ PK 対決。どん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 。これを多分読み切れたら、こうレギュラーもう確定です。本当ですか、はい、頑張ります。ポエス監督には言っておきます。はい、お願いします。じゃあまずこれ、はい、家事アキラが食べたい沖縄料理。これは、はい、これは沖縄料理はもうね、簡単でしょ。ヒントもあげますから、ちゃんと。はい、ヒントお願いします。ヒントね、食べ物。食べ物広いっすね。広い、はい、広い、ちょっと絞りきれない。視野広い方やね。はい、広いしてます。俺めっちゃ好きなのよ、これ。めちゃくちゃ好き。なんぼでもいける。これずっと食べとけって言われても食べとけるやつ。あー、これは大ヒントやな。これずっと食べ続けられるっていうことは、わかる？どういうことが連想されますか？まあ、そんな重くないものっていうか、はい、これな、お土産とかに絶対買っていくよな、これ。はい、ガキ本社、ガキ本社で、はい、ビールのあてとかにはいいよね。うわ、これは、はい、じゃあ答えを一斉に、はい、せーの、ドン。島らっきょう。島らっきょうは分かんないです、それは。なんだ、なんぼでもいけるって言ったんで、ちょっともうこういう、これさ、いける、これ、なんぼでも。いや、パッサパサなんてさ、口の中重なってくるでしょ、これ。これ島らっきょうだろ、こう漬物みたいな、なんか確かに、ずっといけます、ね、いけるな、はい、当てれなかったんで、はい、1枚ちょっとどれか引いてもらって、はい、はい、仲良くなった選手、仲良くなりたい選手。仲良くなった選手は、ゲーム形式を通じて、まあ、高尾選手とか、まあ、半田選手っていうのは、はいはいはい、コミュニケーションを取って仲良く なりました。半田選手は J2、 はい、対戦しました。対戦したよね、はい、まあ、マッチアップとかはあんまりなかったんですけど。なるほどね。
で仲良くなりたい選手はこれから全員の選手と仲良くなりたいと思います。もうあれやね、好青年やなこれ模範解答なのこれ俺の性格今ちょっと喋ってたけど分かるでしょ。そうですね、ちょっと迷ったです本当に。さあ、はい、梶明が海に向かって叫ぶ言葉といえば、これちょっと一緒取りたいですよね。はい、いきます、せーの、ドン。言いますか。